リーという天才神経科学者を想像してください。メアリーは白と黒の部屋に住んでいます。彼女は白と黒の本だけを読み、画面は白と黒だけを映します。色を見たことがないのに、メアリーは色覚の専門家で、今までに発見された色覚に関する物理学や生物学について何でも知っています。彼女は様々な波長の光が網膜の3種類の錐体細胞をどう刺激するか、また電気信号がどのように視神経を伝わり脳まで届くかを知っています。そこで信号はほとんどの人間が見分けられる何百万の色に対応する神経活動のパターンを作ります。再び想像してください。ある日、メアリーの白黒画面が故障してリンゴがカラーで表示されます。メアリーは何年も知識として知っていたことを初めて経験することができます。彼女は何か新しいことを学ぶのでしょうか。色の知覚に関し知識で捉えられていなかった何か新しい認識が得られるのでしょうか。1982年に哲学者のフランク・ジャクソンはこのメアリーの部屋という思考実験を提案しました。メアリーが色覚の物理的な事実をすでに全て知っていたにもかかわらず、色を体験することで何か新しいことを得られるなら、色の知覚と同じく精神状態も物理的な事実によって完全には説明できないと彼は主張しました。メアリーの部屋の思考実験は、哲学者が知識論証と呼ぶものを指します。意識体験を通してしか発見できない非物理的な特性や知識があるということです。知識論証は精神状態を含めて何でも物理的に説明できるという物理主義を否定します。メアリーの話を聞いた人々の大半は、実際に色を見ることが色について学ぶことと全く違うのは当然だと直感的に考えるでしょう。したがって色覚には物理的な説明を超える特性が存在するに違いありません。知識論証は色覚についてだけではありません。メアリーの部屋は意識体験を代表するものとして色覚を使います。物質的な科学が色覚を完全には説明できないなら、他の意識体験も完全には説明できないかもしれません。例えば他人の脳の構造や機能の細部まで全部物理的には知っていたとしても、その人であるということがどんな感じかは理解できないでしょう。これらの言葉に表せない体験にはクオリアという正確に説明したり測ったりできない主観的な性質があります。クオリアはそれを体験しているその人独自のものです。痒みを感じたり、愛することやつまらないと感じることなどです。物理的な事実はこのような精神状態を完全には説明することができません。人工知能に興味を持っている哲学者は、物理的状態を再現することがそれに対応する精神状態を必ずしも再現するものではないことを理論化するために知識論証を使ってきました。言い換えると、人間の脳のニューロン一つ一つの機能を模倣したコンピューターを作っても、それが意識を兼ね備えた脳には必ずしもならないということです。全ての哲学者がメアリーの部屋の実験を有用だと同意しているわけではありません。色覚に関する彼女の広範な知識は、実際に色を見ることにより生み出されるのと同じ精神状態をもたらすことができただろうと主張する哲学者たちもいます。彼女は画面の故障によって何も新しいものは見ないというわけです。他の哲学者たちは、彼女の知識は初めから完全ではなかったと言います。なぜなら彼女の知識は言葉で伝達可能な物理的事実だけに基づいたものだったからです。この提言から数年後、ジャクソンはこの思考実験についての自身のスタンスを実際覆しています。彼は赤を見るというメアリーの体験さえ、物理学では説明しきれない不可知なクオリアにではなく、脳内の測定可能な物理的出来事に対応して生じるのだと結論付けました。しかし、メアリーがリンゴを見た時、新しいことを何か学ぶかという質問に対しての明確な答えはまだありません。私たちが体験できないことについて知るということに根本的な限界は存在するのでしょうか。そしてそれは、私たちの理解を超える宇宙の側面が永久に存在することを意味するのでしょうか。もしくは、科学と哲学によって私たちは知性の限界に打ち勝てるのでしょうか。好奇心のための余地を作ったら、このチャンネルに登録して毎週新しいことを学んでください。